ゆかりん、だいだいさ、何か始まったぞ。変なおっさんが出てきたぞ。ポケモンの世界へようこそって言ってる。言ってるな。だな、がな、聞いてくれ。今な、画面がちょっとな、溢れてるんだ。少し画面サイズを変えるぜ。直したぜ。ポケモンの世界へようこそって言われてるよ。言われてるよ。こんにちはね。イヤホン奪われたぜ。ガラル地方だって。ガラル地方だって。ポケモンがいっぱいいるんだって。ほう。いや、初ポケモンだよねえ。縮めてポケモン、ポケモン、ポーン。ゾウ出てきたよ。長いね。ゾウだからね。暮らしていくんだって。海や空、街の中だって。街にもいるって。ピカチュウじゃん。ピッピカガチョウじゃん。これな、戦わせるってクレイジーだよな。そう、戦争だからね。次、早く次。ポケモントレーナーと言いますよね。イエーイイエーイ。もういいや、もういいや。なんか、ポケモン、お、羊発見。なんで羊なのにおつあげしてんの？知らん。放心入。自宅かもしれないでしょ？放心入。ピッピッ。放心入。自宅じゃない気がするな。銀髪可愛くね？可愛い。画面なら銀髪がいいよね。これ何持ってると思う？スマホかスイッチ？スイッチ、スマホか。靴？靴は持ってないだろ。麦とホップ。麦とホップ。え、森やばくない？森？森？森？ツタ？ツタ？うちみたいだよ。うちもうちょい、なんか、ちゃんとまとめ。ほう。羊にが周りにいるね。え、ここもなんかいるじゃん。スー。なんで、なんでさ、スースー。羊もどき。羊もどきがくるくるしとるよ。多分体当たりしてると思うんだけど、ビクともしないね。体当たりって技があるの？ある。あーえ、お、さっきの王者マント。下まつげ長期になるんだけど。わかる。約束のプレゼント。 Give me a present. Appear time. ピッカ、サルノリ、ピッカ、ヒバニ、ピッカ、メッソン、ピカ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 。ヒバニーウサギだよねこれね。バニーっていうぐらいだし。あ、そういうことか。ピュピー。おーおー。メッソンでしょこれ。超かわいいじゃん。コマロの悪とか。え、バニーでしょ。メッソンでしょ。最初はグーじゃんけんポン。いいよメッソン。いいよバニーで負けたし俺。このタイプやって。熱いパッションの持ち主さ。いいのヒバニーで。いいよ。オッケー。しょうがないからメッソンでもいいよ。おい、もう押してから言うなよ。いいよ。うるせえその顔。名前は？え、おちょ。おちょ。次の日、君の人生で初めてのポケモン勝負をするは、ん、勝負始めるんだな。はい、はい、パートナーのポケモンを信じろ。心から大事にするんだ。それでこそポケモンの強さを示す技を選べるし、何より勝負も楽しめるぜ。行くか。やるときが来たか。これはもうホップをね倒すしかない。もうさ、こっちさ炎タイプのヒバニーじゃん。うん。相手草タイプのサルノリじゃん。うん。相性ガチャガチャ。ねえ、なんで自分で相性悪いやつ選んだんだろうね。そのように選ばれてんじゃない。まあ選ばれてると思うけどさ。今までのポケモンはさ、うん、ライバルがさ自分のポケモンに対して相性のいいやつ選んだんだよ。そうなんだ。うん。なんか変わった。行けオチョ。行けオチョ。俺には仲間が2匹いるぞ。これずるくない？ 2匹いるのに勝てなかったらお前は雑魚だぞ。え、ずるくないこれ。戦うよ。行く。はい、ヒノコ、ボーン、よし。イエーイ、ザコメ。ザコメ。ザコ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 メ。お、なんかマッチングした。
名前もつけてない。なんか出てきたよ、顔でかい。欲しがりつだって、欲しがりだって。いけ、おちょ、いけ、ひのこだ。あれだからね、今回2人で一緒にやっていくわけだけどさ、うん、あの欲しいポケモン出てきたら、まあ、捕まえるわけだよね。で、捕まえた方がそれぞれ、まあ、要はポケモンを3体ずつ手札に持ちたいのよ、それぞれがセットしたいポケモン、うん、で今回ヒバニーユカだから、これ俺のポケモンじゃないわけだね。じゃあオラメザニーって自分の可愛いの選べばよかった。いやだから途中で、あのこれじゃなくて他のやつにしたいなと思ったら入れ替えればいい。こいつ捨てるの？ん？捨てるの？ヒバニー。ヒバニーは捨てない方がいいよ、絶対に。最初の御三家だから強いと思うよ。全部の名前オチョにしていい？ダメ。可愛い。クスネルだって。キツネだね。ゆかこれゲットする？いいよ。はい。しかもレベル4じゃん、高いよ。さっきまで2と3だったじゃん。メスやん。僕交互にしてやる。いいのか。あ、半分、あ、やけどかかったね。いいんじゃない、もうこれでモンスターボール投げてみても。黒叩きやって、やば。はい、血ダメージだ。ボールを投げるんだ、バックから。バックから違うやん。あ、 X できるんだ。さあ、いけ、ゲットしろ、ゲットしろ。ピコンピコンピコン。おお、おめでとう。これでユカのポケモンが2体目。これ痛いな。違う、俺これ別に欲しくない。おお、でもモンスターボールでゲットしても経験値もないんだね。へえ、ニックネーム。どうすんの？いい。いいか。いいかこう。何いいかこうって。なんか勝手に始まった戦闘。これいる？いや、かわいくない。かわいくないか、いらない？ほぼほぼにいる。いいよ。緊張感。味方は緊張して。レベル6なんだけど、相手。強くない？キノコでしょ、これは。キノコ強いもん、一番。やっぱ、やけどんできるから、強いよね。点減らないよ。ねえ、3回ぐらい当てなきゃダメかな。もう一回しよう。うん、いけ、やけど上。おー、素晴らしい。気持ちが通じてるか。つけ上がるだって。決まったんちゃうの、うん、ダメージ安いね。倒した？だよ。うん、やないもん。オッケーオッケー、バイグッバイ。ナイス、いいね。レベル6だからいっぱい経験値もらえるんじゃないの。ただ野生で過ごしてるだけ。2人もらえるんだ、すごい。今までね、1体しかもらえなかったの、戦ったやつしか。電光石火だって。おー、そうそうそう、必ず先に攻撃できるっていう優れものだね。なんかリザードンいるね。バーギワー、バーギワー。チャンピオン、チャンピオン、違う、チャンピオン紫だから、髪の毛。チャンピオンが来たって言って、チャンピオン。おお、チャンピオンじゃん。チャンピオン、ゴールだ、おめでとう。ポケモン研究所だって。うわ、リザードン来た。なんか来た。バギワいいな、リザードン。プラもリザードンだ。大木戸博士いるかな。どうだろう。あるんだ。犬ヌヌワって言ってる。犬ヌヌワだって。これワンコロゲでしょ。ワンコロゲ。ワンコロゲ欲しいんじゃないの、うん、これ可愛くない？すごい、やばすぎだろ。つって、そんな感じ、ジムチャレンジに参加するような、するようなって感じ。さすがに棒読みがする。チャンピオンに挑戦する権利を、天井？うん。え？ライバル？2番道路にいるって。まあ、とりあえずそこに行けってことだよね。まあそんな感じで、とりあえず今回はね、ポケモンセンターまで行き、ポケモンをゲットしてやっていきました。初めてのポケモンですね、ゆかりんね。初だよ、人生初。楽しかった？ガチュウは多分どっかで出てくるんじゃない、わかんないけど。まあメインポケモンだしね。ガチュウ、まあピカチュウがね、また出てくることを祈りましょう。とりあえずね、第1話
一緒にミカリンと一緒にやるポケモンはこんな感じで終わります。よかったら皆さんまたぜひねご視聴ください、このままね、まあ、継続して、まあ、今後もね動画の投稿できたらいいなと思ってますんで。ピカチュウ、ピカチュウ出てきた、捕まえる、いいよ、これらのラストポケモン、それで決まり、うん、こっちいらない、2番目のやつ、あ本当に、うん、じゃあ何、あの犬とピカチュウ、うん、オッケー、ホットドッグ、ホットドッグね、ピカチュウの名前は広いやつ雑というわけで、またよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。